ネージャーさん、おはようございます。早いな、まだ朝の7時前なのに。今開けるからちょっと待ってくれ。さあビーチに行きましょう。楽しみで楽しみで仕方なくって。ちょっと待ってくれ、朝食もまだなんだ。そんな、30分前にはもう朝食のビュッフェ始まってますよ。ついさっき起きたばかりなんだ。え？すみません、私張り切りすぎちゃって。じゃあ朝ごはんが終わったら待ち合わせでいいですか？ああ、1時間後にビーチの入り口で待ち合わせよう。わかりました。じゃあそれまで少し近くを散歩してます。まだ朝早いから大丈夫か？あまり遠くまで一人で行かないでくれよ。どこで遊ぶか下調べしておきますね。すっごく楽しみです。それでは。スミレ、ものすごく楽しみにしてるな。よし、俺も一肌脱ぐか。スミレ、お待たせ。マネージャーさん、お疲れ様です。って、あれ？その格好は？スミレが楽しみにしているみたいだったからな。俺もいろいろ準備してきたんだ。ノーケルをつけて浮き輪まではめて、もう楽しむ気満々って感じですけど、なんでスーツ姿なんですか？水着だけ借りられなくてな、こんなことになってしまった。なるほど、それならオフィス街のど真ん中で夏を満喫しそうな格好も納得な。そんなに笑うことないだろう。スーツでも気分は上がると思うし。すみません、私のために一緒に楽しもうとしてくれたんですよね。これはこれで素敵な思い出になると思います。それじゃあ一緒に浜辺で楽しめることをしましょう。朝の散歩で情報収集は完璧です。いっぱい楽しそうなものを見つけました。こっちです。あ、こら、引っ張らないでくれ。革靴だから中に砂が。革靴で来ちゃったんですか？じゃあまずはビーチサンダルを買いましょう。お店に着きましたね。すごい品揃いです。マネージャーさん、靴の中は？もう完全に砂浜になってるよ。すごい、ビーチを履く男、海をエンジョイしてますね。落ち着け、スミレ、まだ一軒目だぞ。マネージャーさんのビーチサンダルはこれがいいと思います。レインボー？すごい色だが楽しそうではあるかもな。じゃあそれを履いたらいよいよレインボー白玉あんこスペシャルですね。かき氷、一番大きいサイズはチョモランマ盛りっていうらしいですよ。2番目は富士山盛りだとか。マネージャーさんはどれくらい食べます？私チョモランマにしちゃおっかな。すごいテンションだ。スミレも俺もこの調子で体力持つのか。